そのコンロという男が怪しいな。そんなことありえません。ここでコンロ中隊長の話をしていても拉致が開かない。第7に行って中隊長に会ってきます。コンロ中隊長とリンクした理由が分かれば電動車に近づけるかもしれない。いざコンロ中隊長の元へ。らっしゃいらっしゃい。今ならお一つ無料でつけちゃうよ。浅草にぎやかでいいな。アポもなしに押しかけていいのか。第七の人は細かいこと嫌いなんですよ。というかなぜ火花大隊長まで。コンロが電動車とつながっているかもしれんのだ。シンラはお人よしすぎて騙されかねないからな。だからコンロ中隊長に限ってそんなことないですって。お、第八の兄ちゃん、今日はどうしたんで。コンロ中隊長にお聞きしたいことがあって。ここにはいねえよ。町外れにある物置小屋の方に一人で行っちまった。ならそっちに行ってみます。ありがとうございます。ところで兄ちゃんも隅に置けねえな。べっぴんさん連れて。彼女か。彼女違いますよ。この人は第五の大隊長です。大隊長。彼女すげえまんざらでもねえ顔してっけど。